ワッターのゲストに登場してくださいましたシローさん、ブラボーシローさん、ブラボーシローさん、ブラザーシローで言いそうになる、誰誰ブラボーシローさんねそんなにいっぱいいるね、ごめんごめん、はい、演歌を歌ってくれるのか、その他の曲を歌ってくれるのか楽しみです。そしてですね、渡辺フラワーさん、くまちゃんがまた私たちに、はい、ボコボコにされてしまうのでしょうか。私らのこと好きやんな、くまちゃん。そうやと思う。そうですよね、いつもより赤いメガネできますもんね結構長や、はい、さあそしてもう一組は、太陽と虎の女の唇さん松原くんが、登場する予定です。あの旦那さんね、旦那さんおめでとう。あ、飛びしばしじゃない、飛びしばしじゃない、あらまあ、ああこっちオッケーやけど拍手はおかしいからねその 無責任な感じのええかなみたいな拍手ね、嬉しいかなどうかわかんないですけども、チケットもらってる、これなんなん、あ、売ってるそうですよ。バラくんかと思ってリアルにまだまだあるからお願いというコーナーなんですかね。はい、まあ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 、ぜひぜひですね、またお友達も支えるよという方や、実は1月ギリギリになって買おうかなと思っていた方なんかは、こちらの会場でも彼女が青いメガネをかけて持っていますんでね、お買い求めいただきたいと思います。今日買ってもらったら L コードはいりませんのでね、ぜひぜひお買いをかけてください。はい、そうです、よろしくお願いいたします。さあ来年のイベントも皆さんにお伝えしましたけれども、そろそろお別れの時間が近づいてきたかなと思います。皆さんなんか言い残したこととか PR とかありますか。しずかちゃんほら言ったかな、お何言うの、しずかちゃんほら何が好きやん、あーそうや来年の1月12日のイベントはうちの成人式なんで、成人式をサボってくるのでみんなでみんなでなんか応援してください、お祝いしてほしいな、考えてこいよみんなでね、はい、ね、もうお客さんも家族ということでねみんなで一緒に考えて、みんなで一緒にバレバレのサプライズをしようかなと思いますので、ぜひぜひご協力いただきたいと思います。さあそう言ってる間にもね、12月も暮れ、このイベントもそろそろ終演というところになってまいりました。他何か言い残したことないかな、大丈夫かな、明日ラジオ、明日、明日ラジオ、明日はみんな来るやんな、来んの、ここにここに、あ、そっか、明日も、明日もライトアップ、今日土曜日やんな、まあ、そうやそうや、で明日のライトアップはみんな登場するかどうかはまだわからないけれども来るよみたいな、遊びには来るよ、多分こういうの持ってね我々も登場すると思いますので、皆さんもぜひぜひ明日のスペシャルライトアップも楽しみください。明日はねお天気の心配もないようですからね、暖かくして明日もこちらの会場でお会いできればと思います。そして夜はラジオ関西のいまいちマイナーラジオを楽しみいただきましょう。さあ準備は、準備というか、あ、そうやな、ちょっと最後やったら、ふんへんちゃんの、ふんへんちゃんの、ふんちゃんのふんふんが聞きたい、ふんちゃんのふんふんって、なんやん、よいしょ、あ、これこれこれ、はい、これお持ちなさい、みんな、みんな、みんな持ってる、持ってない、持ってないの、はいはい、うちけいちゃんに分けたん、どこ行った、あ、たた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 、ちょっと待って、こうあげる、あ、違う、ボールコインやった、本気で分かる、あ、ありました、ありました、でもこれもうないで、あ、たんだった、光ってる、光ってる、ポケットの中光って、あ、光ってない、ごめんごめん、光ってる、光ってる、ふれふれふれ、振って、振ってください、でもさ、ライトがあるから光ってへんくん見えるだけじゃん、あれ、そうなん、あ、でもほら、これ、え、光ってます、これダメ、あ、残念ダメ、いいやいいや、まあ、うん、いいすぎちゃんのダブライブあるからいいしっかりやな、はい、大丈夫かな、じゃあ最後これやん、みんなこれで、うん、これで持ってる人は、持てない人手だけで、手だけって体もか、体も大丈夫なんで、体もか、はい、よし、じゃあ下がろう、ケイちゃんのケイちゃんのためにうちケイ
入りました。鼻がねちょっと出てきてるのでシューシュー吸いながらというかね鼻すすいながらになると思いますけども大丈夫かなみんな。はい、ちなみに私何の衣装も着てないのでずっと赤いの着っぱなしなんですけどお許しいただきたいと思います。ちなみにで来年1月12日は後ろにいるメンバーまたちょっと違うバージョンの衣装も増えるようですよ。お楽しみください。それでは本日はお昼間に雨が降っていて正直5人ぐらいしか来ないかなと思っていました。それでも楽しい時間を過ごせたらいいなと思っていたところこんなにもたくさんの方にお寒い中最後までお付き合いいただきまして、今ラジモへ一度、心より嬉しく思っております。まずは皆様に感謝の気持ちを込めて本日は誠にありがとうございました。皆様が風邪をひかないようにという思いを込めて、ラジオ関西日曜日の夜11時30分からお届けしておりますいまいち燃えないラジオのエンディング曲を最後にお届けしたいと思います。それでは青い光もしくはあなたの温かい手を、ぜひとも、サビの部分で振っていただければ嬉しいです。お届けしましょう、私だけの宇宙。岡田誠二さんのせいです。しかそれ私頑張ってもちょっと無理かな。もうなんやろ、おやすみなさいの気持ちをタカタカタタタって言ったんですけどね。びっくりした、ステージが思いのほか濡れてて本気で滑りましたけどもね。結構しっとりしてたよねさっきね。さんさん、最後までいまいちな感じでお届けしておりますけれども、最後は番組のエンディング曲をお届けしたいと思います。できるかな。お届けしましょう、私だけの宇宙。くくってたツインテほどくときに、あ、用意できたよ。くくってたツインテほどくときに、鏡見て言うんだ、お疲れ。
ンドキのイベントも、こういう方々ね、こういう方々のおかげで、楽しいイベントをお届けすることができています。さあ、ラジマイちゃん、最後のエンディングもお届けしましたけども、いかがでしたか？イエーイ、イエーイ楽しかったやんな。なんかいつもさ、このラジマイのイベントってめっちゃ楽しいやんな。聞いてる？ちなみにですね、最後になりますが、ラジマイのイベント今日初めて来たよっていうお客さんどれくらいいますか？おー、なんか嬉しいなじゃあ、いまいち燃えないラジオ、なんだそれと今思っている方どれくらいいらっしゃいますか？朝あるよ、みんな来てね。そんなあなたとあなたに嬉しい情報をお届けするぞなんだかハマっちゃったかもと思っているあなたたち、明日の夜23時30分、夜の11時30分になると、このイベントと全く変わらない、いまいち燃えないラジオをお届けする流れとなっております。イベントやからグダグダやったんちゃうんやという気持ちをお家で一人で噛み締めていただきたいと思いますよ。さあ、いまいち燃えないラジオは今年の5月、6月かなだからスタートしまして、まだ半年ちょっとなんですけれども、ラジオだけではなく、このようにたくさんの方とお会いできるイベントをこれからもどんどんと計画していきたいと思います。来年には2枚目の CD も皆さんにお届けできることができますので、みんなで踊れるような振りもちょっとずつ考えていきたいなと思いますので、けいちゃんもこれしかしないのと、あの辺で、あ、こうなのね、あ、こうなのねというなので、ね、皆さんのご協力を得ながら、ぜひぜひ頑張っていきたいと思います。さあ、鉄人28号クリスマススペシャルライトアップ、皆様の熱い思いのおかげでお天気が気になりましたが、1日目無事にステージイベントをお届けすることができました。明日も2日目を予定していますよ落ちたよさあ、明日はこのメンバーが客席から、もしくは明日はステージにも登場するかもしれません。明日もぜひぜひ皆さんとお会いしたいと思います。そして明日の夜はラジオ関西いまいち燃えないラジオでお会いしましょう。それでは最後ご挨拶しておりますよ、はい、お届けしたのはラジ燃えたいのさやかとハーリンロボとしずかとレイとラジ燃えたい。